はい。稲森さんの言葉の紹介です。信頼は自らのうちに気づく。会社内に信じられる人間関係がなければ素晴らしい会社経営は成り立ちません。信じられる仲間を作ろうと自分の外に信頼関係を求めることが一般的です。しかし自分自身の心が誰からも信じてもらえるようなものでなければ信じ合える人たちは集まってきません。信じられる人間関係とは自分の心の裏返しなのです。 自分自身の心が相手の信頼にさる心であるかどうかということを心である心であるかどうかということを常に自問自答しながら自分の心をより良いものに高めていくことが必要です信頼とは外に求めるものではなく自らの心の内に求めるものなのですとありますこの言葉なかなか分かりづらいんですけども信頼は自らの内に気づく なんですねつまり外側にあの人が信頼してくれるから私は信頼してやるんだよとかあ、えー、となんか駆け引きをするみたいなものではないんだよっていうことを言ってるんだと思うんですね。自分自身が人から信頼される人間になろうってそこに全力を尽くそうといつでも正直であろうと嘘をつかずにいこうと誠実な人間であろうとそういう努力をしていく。 ということをやることによって自分の心が高められその姿を見て人がああの人なら安心できるなぁと思ってやっていくっていうこういうふうになっていくんじゃないかなと思ってるんです稲森さんは昔新卒が入った時に欠板状を持ってきて来年の給料を上げてくれなければ我々は全員辞めますっていう欠板状があったと、えー、確か3日2番話し合ったんだとで最後に私を信じてくれないかともし 君たちの信頼に応えられなければ、刺し違えてもいいと、殺してもいいということまで言ったんですね。つまり自分は絶対に裏切らないよって、信用してくれないかというような、こういう体験があったのから、この言葉も出てきたのかなと思ってるんですけども、皆さんにも心当たりがあるはずなんです。ああ、信用してたのにな、って、辞めちゃったんだよな、あいつって、ああ、付き合ってたのにな、って、結局取引先、 全幅の信頼を置いてたと言っても、あ終わりですか、もう仕事とかってあるんですね。君が独立したら会社、仕事を出してあげるよとか、僕も何回も言われたことあります。今度、講演してくださいねって。半分ぐらいの人がノーだな。<laughs> でも、慣れました、もうそういうことに。なので、信頼は自らのうちに気づくものであり、人の言葉をまるっきり初めて会った人の言葉とかを信用して、あうまくいくんだよな。 っていうふうにに思うより前に自分自身の能力を高めること相手から信頼に足るような人間になることというものを意識した方がいいんじゃないかなというふうに思っております。